Hello there! それではですね、今回ですね、安子先生にお越しいただきました。どうも。お越しいただきました。いや、でも僕が来てるんですよね。僕がお邪魔しております。家まで来ちゃった。家まで来ちゃいました。やっぱりでもリスニングはあれだよね、リエゾンとかね。あ、リエゾン。ああいう優先音化とか、ああいうのがね、聞こえないよね。あれ、ただ聞いてるだけで聞こえるようにならない。どうだろう、自分の場合にはね、やっぱりね、大学ですごい苦労したんで、はい、やっぱりまずディクテーションして、なんかもうアルクさんからかな、FEN ガイドみたいなのが出てた、アルクだったっけな、どこだったっけ、5件だったかな。ラジオのやつでしたっけ、アメリカのラジオでした。昔はね、AFN じゃなくて FEN で、FEN の放送そのものと、そのスクリプトがついてるなんか雑誌みたいなのがあったのね。で、それなんかを買って、その音源を、FEN の音源を、一回こう、全部、食べながら書いてそれでそのスクリプトを見てこう直して、あ、そう、こういうこの音がなんでこうなるの、ああ、なるほど、え、こう言ってんだみたいな、でなんかも発音して、多分同じ経験したと思うんだけど、発音ができるようになるとそれは聞こえるようになる。あ、なるほど。だからもう聞こえんじゃん、発音して。で何回もこう FA の DJ の真似をして読んで、まあ同じようには無理なんだけど、でまあ聞こえるようになっていって、だから ABC ニュースとかも聞こえる箇所がどんどん増えていって、やっぱ一本ニュースが分かった時ちょっと感動したり、ね、なるほど、そうですね、だからそういうふうにまず分からない箇所を特定するっていうことをやって、その分からない箇所の発音を矯正して、耳が良くなっていくっていう、その、まあ、いわゆる成長、これをしっかりやって、同時に多聴もしっかりやっていく。だからその映画なんかでやる場合はリモコンでこう字幕を止めて、字幕を出して、確認して、字幕を消して、で耳で聞いて、で音読してっていうことをやるといいのではないかということで、まあ、リスニングというと、あとはね、やっぱりリスニングテスト、トイックとか、あれいいと思う、すごい。なんでかっていうと、トイックとかは先に設問をパッと見て、で、ああ、これはこの人の次の動作を聞いてる問題だなと思うと、そこに集中して、そのスキャンしてつまみ取っちゃう。で、これとこれとこれって言ってスキャンしてつまみ取る癖って、実際ほら会話してる時に相手が言ってること 100% わからないじゃん。そうですね。で、日本人だってそうだけど、相手が言ってること 100% 隅から隅まで聞いてるわけじゃなくて、大事なとこだけつまんで聞いてる。でもその大事なとこをどうつまんでいいかっていうのがやっぱ最初わからない。で、英検とかトイックとかトフルとかやってると、トフルは先に見れないから今ね、英検とかトイックとかやってると、先に設問を見て、あ、これはこの人の次の動作、これは場所とか、あ、これは電話かけてくる人とか先に見て、それをこうつまもうとして聞くから、濃淡をつけて聞く癖がつくんで、ニュースとかを見ててもやっぱそういう癖がついてると、5W1H っていうの、まあ、あれをこう掴みやすくなるっていうのがあるんじゃないかっていうことで、やっぱりリスニングはそういうリスニングテストを日常的に解くのは結構ね、テストもバカにならないのですごいいいかもしれないです。というと、リーディングテストもね、そうですね、先にパッと読んでビューッとスキャニングして、そこを探しながら読むっていう、全部こう同じその濃さで読むんじゃなくて、その探しながら読むっていうことをしないと、特に4技能の試験の場合にはちょっと難しいかもしれない、ね、全部丁寧に読んでっていう時間はないからね。そうですね、今いろんな GTECBT とか、そうですね、TPCBT とかいろいろ受けてみてそうだと思います、ね、まあ、全部読んでる時間はないですね。で、実際にやっぱりそのパラグラフのトピックが分かれば解けるような問題が多いんで、その大雑把なね、まあ引っ掛けもあるけどね、でもやっぱ設問を見てそれを探しながら読む。で、ああいうテストのいいところはほら、本文の順番と同じで並んでるんで、見て探して見て探して見て探して、まあ最初はそういうテストを利用しながらやっても、まあ、本とかを読む時も大事なところをこうつまみながら読めるようになってくるんじゃないかなということで、まあ、意外にこう利用できるリスニング、リーディングテストということで、ぜひ利用してください。で、リスニング、みんな耳は最後の最後まで完璧に聞けるわけではないけど、まあ大体困らない程度には聞こえるようになるんで、まあ、頑張っていきましょう。はい。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.